コナミ神戸ビルコナミ神戸ビルは日本のコンピュータゲームメーカーコナミが兵庫県神戸市中央区のポートアイランドに設置している事業所。1986年から1999年まではポートアイランドコナミビルの名称で陶器場本社として使用されていた。地上10階、地下1階、延べ床面積9643.42平方メートル。 1986年8月に、コナミ工業本社として、コナミソフト開発ビルの名称で落成し、大阪市北区の旧本社より移転、販売部門を担当する東京のコナミとのに、本社体制を確立する。しかし、1991年に、コナミ工業がコナミを吸収合併し、コナミとなって以降は、グループの事業拡大に伴い開発機能が、 神戸市西区の技術研究所や神奈川県座間市の神奈川事業所などへ分散。1993年以降は東京都港区虎ノ門の上山 JT 森ビルに置かれた東京本社に本社機能の大半が移管されたことに加え、1995年1月17日の阪神淡路大震災で甚大な被害を受けたことから長期間にわたる閉鎖を余儀なくされた後、 1999年には本店陶器も東京へ移された。1995年4月に開発部門の分社化が行われ、神戸開発部を母体とする、コナミコンピュータエンタテインメント大阪が設立された。1998年には、口を開発一部が分離する形で、コナミコンピュータエンタテインメント神戸も設立されているが、2002年に、 コナミを抑え再吸収された後、2003年には他の開発志会者と合同して、コナミコンピュータエンタテインメントスタジオとなった後の2005年に、コナミへ吸収されて開発志会者はすべて姿を消した。その後、2006年に事業会社のコナミデジタルエンタテインメントが発足している。なお、1997年には専門学校、クススクールの本校が、 好み神戸ビルに開校しているが、現在は閉港しており東京港が本港となっている。また、神月スポーツ、教育財団の神戸事務局が神戸ビル内に置かれていたものの、2007年に東京へと移転し、現在このビルの用途は不明となっている。なお、ビルそのものは2015年5月現在も現存している。同一所在地に宗教法人信用園の施設が登録されている。 ありがとうございます。